日米同盟が危ないというかですね、またデマが飛んでるんでね。皆さんちょっとね、気をつけてください。ちょっと勘違いしてる人も多いのでね、解説しますけど、昨日ですね、まあ、おはようテラちゃんでも紹介しました。こんなニュース出ました。日米、在日米軍に統合軍司令部明記、拡大抑止を推進というこちらの記事なんですけど、なんかね、これでね、日本がまたアメリカの属国になる。アメリカの指揮下に自衛隊が入るんだっていうデマをですね、おとばしになられてる方がたくさんいらっしゃるんですが、違いますから。なんで違うかってことをエビデンス付きでまず言いたいと思います。まずね、この日経新聞の記事なんですけどね、日米両政府は28日、おとといですね、外務防衛の、担当閣僚会議2プラス2を開きまして、在日米軍をですね、再構成して、部隊運用を担う新司令部を設け、自衛隊と指揮統制を連携させると。確認したんです。いいですか？統合するんですよ。連携させると。ね。拡大抑止の、閣僚会合も、初めて開催し、アメリカが核を含む戦力で日本を守る体制強化を進めると合意したということなんですね。まあ、結論的に言うとですね、まあ、日米同盟、よりですね、まあ、進化させてね、日本を守るね、より具体的なね、より実践的な、その、まあ、日本防衛についての話し合いをしたということなんですけど、まあ、日本の防衛力が強化されると困る人たちいるでしょ。こういう人たちがですね、まあ、全力で今デマを流しています。これで、要はそのさっきのところね、ちょっとテクニカルなんですよ。自衛隊と指揮統制を連携させると確認ですから。連携するんですからね。統合するんじゃないですからね。アメリカの指揮に入るってことじゃないですからね。そこをね、ちょっと勘違いしないでください。日本からはですね、上川さん、木原さんね、外務大臣と防衛大臣ですけどね。アメリカはですね、ブリンケン国務長官とオースティン国防長官が参加と、いうことで、共同文書はこう書いてあります。在日米軍をインド太平洋司令官の下の、統合軍事司令部として再構成すると。つまりハワイにあったその司令部をですね、日本に持ってきますと。平時及び緊急事態における相互運用性や日米間の共同活動に関する共同の進化を推進すると、いうことでですね、米軍の新司令部は自衛隊が2024年度末に設ける統合作戦司令部との調整役になる。日本の指揮権は独立を保つと、いうふうにこの新聞記事も明記されてますので、まずそのデマは違いますよということを、まずご確認ください。それからね、主な確認事項としてちょっと多いんですけど、8つね、8つの確認事項というのが出てます。で、1つ目が、在日米軍を再構成し統合司令部を新設、自衛隊の統合作戦司令部と意思疎通って書いてあります。2つの司令部があって、ここはまあ緊密に連携するという形で、どっちが上でどっちが下ってことじゃないです。で、そこでまたですね、そんなこと言ったってアメリカの方が強いんだし、なんちゃらかんちゃらって始まるんですけど、まあそこはさ、最初作戦とかね、作るときに、まあまた演習とかするときにいろいろこう連携図るわけよ。お互い役割分担あるから。で、そこまで含めてね、役割分担決めることまで属国側とか話になるとさ、同盟そもそも組めねえみたいな話になるんで、もうこういうちょっとレベルの低い話やめましょう。はい、いずれにしても、日本がアメリカと緊密に連携してですね、アメリカの方も連携しやすいように、部隊構成、指揮命令系統変えてきますよと。ね。で、日本も、統合作戦司令部作って、ここはもう話し合えばもう全部決まりますと。ね。いろいろこうめんどくせえ調整なしで、この二つで話し合えば全部決まるっていう体制ができるわけですから、まあ、防衛体制強化されると、いうことです。でも、意味軸も二つ目がそれですよ。防衛政策、部隊運用など、指揮統制で連携しますと。役割分担しますと。それから南西諸島で日米のプレゼンス向上と。もうこれ一番やられたら困る国どこだかわかりますよね。騒いでる人たちがどこの国の味方かもなんとなくわかりますよね。それから、アメリカの拡大抑止は決定的に重要だと。ね。まあ、要はその、核戦略ですよ。核の傘が大事だって意味ですね。拡大抑止ね。で、最終的な、だからエスカレーションを。とどまるでしょ。これ通常兵器で全面攻撃するとアメリカが核使うしかもしれないからやめとこうかなみたいな、まあ、そういう話です。これが大事ですよ。最後の最後はそこだよと。それから、重要インフラのサイバー脅威に対処する防御的作戦で協力しますと。まあ、サイバー分野でも日米連携しますと。ミサイルの共同生産能力を拡大。これもう始まりました、実は。日本でもね、分担してですね、作りましょうということでね、中距離長距離ミサイルをやりますと。さらにですね、中国が自らの利益のために国際秩序を作り変えようとしているとの見解で一致と。これも大事ですよね。これやられて困るのどの国かってもうね、ほとんどここで答え合わせできちゃいますね。それから中国、ロシアの、戦略的軍事協力に懸念ということです。なので、まあ、そういう意味では、まあ、なんて言うんでしょうね。より具体的かつですね、まあ、より実践的なですね、まあ、体制の変更、まあ、アメリカ側が日本にも合わせてきたと、いうことでございます。で、これに関してですね、有識者の皆様の意見がですね、このね、日経新聞のコメント欄に出てます。まずね、慶応大学の神保健教授ですね、まあ、安全保障の専門家というか、国際政治の専門家というのかな、神保先生曰くですね、在日米軍を再構成した統合軍司令部と自衛隊の統合作戦司令部の連携は、いくつかのオプションのうち、最良のモデルと
言えそうだと。いくつかあるオプションね。それはその米軍の指揮下に入るっていうのも全部含めてですね。それの中で一番いい選択肢を選びましたと神保先生はおっしゃってます。なぜかというとですね、その理由はこんな感じです。これまで在日米軍の主たる役割は調整業務で、米軍の指揮統制はインド太平洋軍司令部（ハワイ）が担ってきたと。東京とハワイの時差の問題もあり、円滑な意思疎通が難しかったと。自衛隊の統合幕僚長がこれまで担ってきた過重な体制を統合作戦司令部と日米軍司令部で作戦面の調整を任せることができるということでね、大変評価してます。ただね、こういう問題もある。在日米軍司令部にどこまで権限を移譲できるか課題は残っていると。有事に備える即応体制と共同作戦の密度を高める上で、自衛隊と米軍の重要な制度的基盤となるということで、大変評価をされております。でね、この件で言うとですね、最近ちょっと出てましたよね。チャイナがですね、その何ヶ月もかけて台湾を攻略すると、日米両軍出てきてですね、自分とかやられて負けるかもしれないと。アメリカでシミュレーション何回やってもチャイナ勝てないっていう答え出てますからね。なので、1週間とか2週間とか短期決戦で、チャイナ取れんじゃねえかみたいな、ことをですね、今一生懸命やってんですね。封鎖した後すぐ部隊を送って挙党を確保して増援を送るみたいなやつで、数週間、まあ場合によっては1週間とか10日ぐらいできねえかっていう、そういう訓練をめっちゃチャイナがやってるという状況でね、即応体制すごい大事だと。来たから準備してって、準備してる間に取られちゃったら意味ないんですよ。もう準備も何も、もう来たらすぐ行くみたいなことをやるのがすごく大事で、それをやるためにはまずその意思決定ですよね、作戦上のね、これ早めていくことが大事と。で、今までハワイにあったとなると、これ時差があってね、もう司令官寝てますみたいな、じゃあ困るわけですよね。それをだから全部日本国内にある、まあアメリカのそのまあ出先機関ね。ね、アメリカの、統合司令部と、日本の統合作戦司令部ね。ここでも話し合うことでもうすぐ行きますみたいになることって、すごい大事でしょ。そういう意味で、まあ強化されてますよと。今までだからそれをその自衛隊の統合幕僚長が一人で全部やんなきゃいけないみたいなやつを、チームで対処できると。で、アメリカ側も協力してくれたって、こういう文脈なんですよ。だから、属国がーとかね。で、自衛隊がアメリカのなんかポチになって、なんていうのはもう全然この批判がですね、トンチン感だし、お前ら一体何を妨害したいんだってもう、見え見えでしょ。反米こじらせて親ロ、反米こじらせて親中みたいなね。まあ、そういう話だよ、ということをね、ぜひ皆さん知ってもらいたいです。それからね、笹川財団の上級フェローの渡辺恒夫さんね、着せずして鍋恒と同じ名前なんですけど、同姓同名なんですけど、渡辺恒夫さんもですね、このようにおっしゃってます。日本側の問題意識の一つは、中国の核戦力が近い将来アメリカと均衡する状況になれば、アメリカ側の米中核戦争へのエスカレーションへの懸念が増大し、アメリカ側の台湾や日本への防衛コミットメントが中国側に抑止されてしまうのではないかという懸念ですと。在日米軍に新しく統合司令部を設けて、自衛隊の統合作戦司令部とより緊密な指揮統制の連携を図ることで、中国側がその作戦に失敗する確率が高いと認識させて、日米の抑止力を維持向上させることは、今後の中国の核戦力の拡大への有効な、まあ、対抗策と。対抗策の一つと言えるでしょうと。また、今回拡大抑止の閣僚会議を独立して設けた理由も、その要素を日米が重視しているからではないでしょうかということで、もうちょっとこう渡辺さん大きな視点ね、チャイナの核恫喝ですよね。今プーチンがウクライナにやってるね、ウクライナとか NATO にやってるこの核恫喝、習近平もやってくるかもしれんと。で、それに対してじゃあアメリカがどうなんだと、コミットメント、じゃあね、アメリカが被害を受けるから、じゃあ日本と台湾見据えるみたいなことなんのかみたいなところで、まあそうはなりませんというメッセージを出す上でもですね、まあ今回のね、まあ日本の統合司令部とアメリカのですね、統合司令部がね、まあ、連携するってことは非常に重要なんです。いいメッセージになってます。拡大抑止の閣僚会議を独立して設けたとね。2プラス2とも別枠で拡大抑止はちゃんとやりますよと。まあ、韓国なんかもやってますけどね。これやったのは非常に大きいということです。まあ、リー・ソーテス先生あたりはですね、韓国がね、核シェアリングで核持つみたいな話になった時に、韓国一国じゃ厳しいんで、韓国から日本の方にね、日本も一緒にやりませんかって声がかかるかもしれないぐらいのことをおっしゃってたんですけど、まあ、可能性はなきにしもあらずですね、あんまり向こうが来るようだとそれやらざるを得ないなと、ね、いうことで、反核運動やってる皆さん、残念ですけど、これが現実なんです。でね、他にもですね、いろんな指揮者の方がですね、今回の件ね、コメントをされております。まずですね、ハドソン研究所の村野正史さんですね、こんな風におっしゃってます。インド太平洋地域、より端的に言えば、北東アジアにおける米軍の指揮統制構造には、前々から問題があったのだが、内政的にいろいろ面倒が多いので、長年放置されてきたと。ようやくそれが動くようになったのは、安全保障環境の悪化もさることながら、日本側で統合作戦司令部を立ち上げるとして、発破をかけたところがやはり大きいでしょう。
しょうねと。無論反撃能力保持もそう、口だけでは動かないのでちゃんと行動で示すということで、今回のアメリカのこの動きはむしろ日本が第二シアジを取って日本で作ったんだからさ、お前カウンターパート用意しろよみたいなところでなったのではないかという見方をですね、おそらくそうでしょうね、村野さんは示している。これ岸田さんのですね、アメリカの議会演説と同じですよね。なんかアメリカでは最近さ、陰謀論を信じてさ、なんかね、いろいろ言ってる人いるけどさ、日本がそばにいるからもう一回頑張ろうよ世界の警察官としてみたいなことを岸田さん言いましたよね。であれでなんかあの後ね、ウクライナへの支援決まったりとかいろいろあって岸田演説が動かしたんじゃないかみたいな話もありましたけど、今回のもですね、アメリカがなんかね、日本の自衛隊をその指揮下に入れてね、ポチにするみたいなのじゃなくて逆ですよ。日本側からアメリカさん、あんたさとね、やる気あんのみたいな、うちやるからとね、ちゃんとついてきてみたいな流れで来たので、ナラティブ言ってる人たちとはですね、全然逆方向なんですよね。今ね、そういうナラティブ言ってる人はね、どんな適当な無責任なこと言わせるかというとですね、自衛隊は、米軍の、大隊になってしまうんですとかね、米軍の一大隊みたいな扱いになるんですとかね、こういうアホなこと言ってるんですよね。植民地状態が1ミリも改善されないとか言ってるんですけど、いや、むしろ逆だろと。日本から、おい、アメリカやる気あんのかと、お前口言ってるけど、やれんのかみたいなので、むしろ作ったと。ちょっと、言い方大げさですけど、村野さんが言うには、日本側で統合作戦司令部を立ち上げるとして、葉っぱをかけたところが大きいでしょうね、ということですから。アメリカのシンクタンクにいる人がこうやって言ってんだからさ、こっちじゃねえのと、そんなほら、外野で見てさ、拾ったニュースのヘッドラインだけで適当なね、解釈つけてね、それを事実であるかのように喧伝するみたいな人たちとね、実際向こうのさ、そのね、シンクタンクの中にいる人に言ってる、意見ね、どっちが信用に値するかって、あんまり誰が言ってるってことじゃないですけど、ロジックも含めてね、で実際起こってることエビデンスも全部含めて、今回日本側が葉っぱかけてアメリカが体制の変更をやったと、実はもともと内政的に面倒が多いんで放置されてきたんだけど、もうそうは言ってらんねえと、安全保障環境の変化と、日本もやる気見せてるんでもうやるしかねえってことでアメリカに来てくれたと、そういう風に考えた方がいいのかなということです。で、神保先生ね、日経新聞にですね、この拡大抑止に関するね、インタビューが実は記事がありまして、でこれにですね、やっぱ最良のオプションだという風にですね、書かれていると、これはさっきのあれですね、コメントの件ですね、これがやっぱ一番良かったんじゃないかと、いうことで、この一番いいオプションをですね、日本側が先に提示したというところがポイントかなと、いうふうに思います。ということでですね、こうやってですね、日米の連携強化ね、防衛力強化、結果的にはですね、チャイナに対する抑止力が上がるというこういう現象をですね、逆さまにしてですね、やれ属国だとね、やれ言いないだ植民地だと言ってですね、逆方向に言いたがってる人、なんでこういうことになるかってことを皆さんぜひご理解いただきたいんですよ。今回のこのね、司令部の件にしても、むしろ日本側から葉っぱをかけて向こうから来たと。で、来て、で、さらに、具体的なアウトプットとして、まだちょっと課題あるんですよ。どれぐらい権限移譲するかっていう、また、アメリカの内政問題あると、神保先生もおっしゃってますけど、でもそれでもね、全く動かなかった状況からですね、かなり、進化して、で、ここから自衛隊側、もしくは日本のね、政府側からのね、働きかけがいろいろあってですね、事前に作戦作りましょう、シミュレーションしましょう、何しましょうって感じで、ガン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 こうやって巻き込んでいくと、コミットメントを後退させないっていうのは動きを日本でやってるわけですよね。こういうのが出てくると困るのは誰かといえば、チャイナとロシアでしょ。だから今回の件はですね、やれ植民地だ、やれポチだ、代替になるとかディスってる連中ってさ、一体どっちの味方なのかってことね、皆さんね、わかると思いません？感情論いいんだよ。感情論とお前らの解釈はどうでもいいから、事実を見ろっていうね、そういう話です。今日の内容面白い、興味深いと思った方は、ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきます。内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ガオー。